筆頭者、こちら注意ですね。亡くなったのは母親だけれども、筆頭者。はい、相続遺言情勢書士の森です。今回は戸籍の請求書の書き方について、解説させていただきます。この動画を見れば、戸籍請求書の具体的な書き方というのが理解できます。このように相続手続きを自分でしてみるときにも役立つ情報をどんどん発信していきますので、そのような情報を見逃したくない方は、チャンネル登録、いいね、高評価、通知設定、お願いします。また、質問等がございましたら、コメント欄に、お願いします。励みになります。今日述べることなんですけども、3つあります。戸籍の請求の方法、そして必要書類、そして申請書の具体的な書き方です。一つ一つ、述べさせていただきます。まず一つ目なんですけども、戸籍の請求の方法です。3つありまして、一つ目が窓口請求ですね。直接市役所の窓口とかに行って請求するっていう方法です。で、2つ目が郵送請求です。戸籍が、最寄りの市役所の本籍地じゃない時とか、遠い時ですね、県をまたぐ時とかに郵送で請求する方法です。そして3つ目が、広域交付制度を利用するって形です。2024年の3月、今年の3月から開始される広域交付制度で、最寄りの市役所でも本人とか配偶者とか、子供とかが請求すれば、戸籍っていうものが他の本籍地でも取れるようになっています。そちらの方法を使うっていう、この3つあります。では、各々必要書類についてお話しします。窓口請求の場合ですと、戸籍の請求書の提出、そして本人確認書類ですね。免許証とかマイナンバーカードってとこです。委任を受けて戸籍を請求する場合には委任状が必要になります。で、場合によっては、関係性の分かる戸籍、今まで集めた戸籍とかを見せることで、その先の戸籍が取れたりもするので、今まで収集した戸籍とかも窓口に持っていくと有効でしょう。そして、2番目が、郵送請求です。郵送請求の時も請求書を、同封するっていうのと、本人確認書類っていうのを同封します。で、委任を受けた場合でしたら委任状ですね。そして、関係性の分かる戸籍っていうのも必要になる場合があります。まあ、戸籍の写しでも大丈夫です。で、その他に戸籍を取得する時の定額小為替っていうものが必要になります。まあ、戸籍代ですね。最新の戸籍だったら450円とか、過去の戸籍だったら750円とかですね。市役所のホームページを見れば、値段等も分かります。定額小為替をゆうちょ銀行で、取得して、そちらの方を同封して、送ります。そして返信用封筒も同封する必要があります。そして広域交付制度なんですけども、こちらは基本的に窓口請求の時と同じです。ただ、委任を受けて第三者が、請求することはできないので、委任状等で、請求することができないということに注意しましょう。それでは、申請書の具体的な書き方についてお話しします。はい、こちらが、典型的な郵送申請書です。市役所によって異なったりもするんですけども、で、一番上のところで、市区町村って書いてるんですけども、これが提出するところの市区町村。昔の戸籍とかだとちょっと変わってたりするので、行政区画とかで。わからない場合は、その本籍地、取得したい本籍地と郵送請求っていうふうにネットで検索して、今どこの市区町村になっているかっていうのを確認して、ここに市区町村名を書いていただくって形です。で、右側の年月日なんですけど、こちらは記入した時の日付で大丈夫です。で、申請者ですね。申請者は今まさに自分書いている自分ですね。書いている自分の住所と名前と、日中連絡可能な電話番号っていうのを書く必要があります。で、その下のどなたのものが必要ですかってとこなんですけども、まあ、例えば自分の母親が亡くなって、母親の出生から死亡の戸籍を取るときには、本籍地を書いて、その後の筆頭者ですね。筆頭者の方が、父親になるのが通常です。今の戸籍制度っていうのは、夫婦とその未婚の子供からなる戸籍なので、で、通常ですと、父親の名前、父親が筆頭者になってますんで、母親の出生から死亡の戸籍を取るときで、
まあ、父親とかが亡くなっている場合であっても、この筆頭者のところには父親の名前を書いてください。で、必要な人の氏名のところには、母親の名前を書くと。で、母親の生年月日を書きます。で、どんな書類が何通必要ですかっていう下の欄なんですけども、まあ、出生死簿を取るときには、この戸籍謄本、除籍謄本、改姓原戸籍謄本を各1通っていうふうに書いてください。その理由としては、戸籍謄本、まあ、一番上にある戸籍謄本っていうのは最新の戸籍のことを通常言っていて、2番目の除籍謄本っていうのは、全員がですね、結婚したり転籍したりして、空になった戸籍ですね。こちらの方も結局は全て必要になるので、各1通ずつ。で、改姓原戸籍ですね。これも、法律で改正されて強制的に、使わなくなった戸籍ですので、こちらの方も、使うことになるので、各1通というところです。まあ、ちょっといくつも必要だったら各2通とかも可能なんですけど、結構出生から死亡までの戸籍すべて揃えると、かなりの金額になるので、まあ、各機関に提出しても戻ってきたりとか、原本還付って言えば原本還付してもらえますし、法定相続情報っていう、全部揃ったっていう証明を出せばそれでもいけるので、まあ、まずは各1通っていうのが基準と思っていただければと思います。で、この戸籍の付与っていうのは、本籍地の時の住民票上の住所を示すもので、これも、特に別居している場合とかで住民票を取りにくい場合には、1通取っておく方がいいかなってことですね。で、申請者とのご関係なんですけども、まあ、自分から見て、父とか母だったら、ここの父、母、子っていうところに丸をするっていうところです。で、使い道ですね。使い道は今回、相続手続きですね。を丸をすると。で、備考のところに、まあ、念のために、自分から見て、母、誰々誰々の、出生から死亡までの戸籍各一通をお願いします。どこに提出するかって言ったら、最寄りの法務局の名前書いたりとか、金融機関に提出するので必要ですっていうふうに書いておくと、より丁寧です。で、これ、郵送の請求書で、まあ、基本的に窓口請求と、かなり共通の部分多いんですけども、下に書いてある定額小為替っていうのは、さっき言った戸籍代とかを払う小為替ですね。これを同封した分の金額を入れるっていうところです。で、返信用の封筒には切手を貼っておく必要があるので、切手を貼っておいて、まあ、貼っておくか同封する必要があるので、その金額っていうのをここに書くっていう形になります。い。以上となります。はい。具体例に即して、申請書の方を書いてみます。亡くなられた方が山田 B 子、2024年1月5日に死亡。で、その夫の山田 A 之助は5年前に死亡。山田 B 子の長男である山田 C.O. が母の相続での戸籍取得のため、バツバツ市役所に行きますっていうところで、令和6年1月29日にバツバツ市役所に行って申請書を書いたと。まあ、郵送申請書と書いていますけども、まあ、郵送でも申請書の方はほぼ、内容としては変わらないので、こちらの方を見ていただければと思います。まず、バツバツ市役所に行ったので、バツバツ市長宛て、令和6年1月29日申し込み。で、申請者の欄が山田 CEO の情報ですね。山田 CEO の住所と名前、振り仮名。で、日中連絡可能な電話番号。ほとんどの場合、携帯電話でも OK で、まあ、自宅の方でも、大丈夫です。市役所の方から後から連絡かかってくることもあるので。で、どなたのものが必要ですかってところなんですけども、こちらに本籍地を書いて、筆頭者、こちら注意ですね。亡くなったのは母親だけれども、筆頭者は父親。父親が亡くなっても、筆頭者ではあり続けるので、こちらの方に山田栄之助と書きます。で、必要な人の氏名としては山田 B 子ってところですね。で、生年月日が、山田 B 子の生年月日を書くと。で、下半分ですね。のところは、戸籍、除籍、改姓原戸籍は各1通ずつ。なぜなら母親の出生から死亡の戸籍を全部取るときには、結局、全部の戸籍、ある分全部一通ずつ取りますから。で、戸籍の付与ですね。法定相続情報とか相続登記の時とか必要になったりするので、こちらも一通取っておいたっていう形です。で、本籍筆頭者の表示っていうのはありにして、在外選挙登録地の表示、今回なしだったっていうところです。で、申請者とのご関係が、母と子供なので、そちらの方に丸をすると。で、使い道が相続手続き。で、備考ですね。必要な書類について詳しく説明してあげます。まあ、母である子、山田 B 子の相続手続きで使用。
法定相続情報取得、金融機関解約により、〇〇法務局、バツバツ支局、まあ、亡くなられた人の、不動産のある、法務局だったり、亡くなられた方の住民票上の住所のあるところを管轄している法務局であったりですね、で金融機関に提出します。故山田 B 子の、出生から死亡の戸籍謄本各1通、最終住所、死亡時の住所の記載されている戸籍の付与1通を請求したいというふうに書くと、より丁寧かなと思います。で郵送の時には、こちらの方、定額小為替とか、郵便切手とかも書いておくというところですね。はい。以上となります。相続手続きの方法につき解説していきます。そのような情報を見逃したくない人は、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。